エネルギー鉱物開発省は、ウガンダの中央官庁の一つ。本庁は、首都カンパラにある。エネルギー、天然資源、発電などの分野を管轄とする。社会経済開発を目的とするエネルギー及び、鉱物資源の合理的かつ持続可能な開発、利用を任務に掲げている。エネルギー鉱物開発省は、エネルギー政策、工業に対する投資。 水力発電、火力発電、太陽エネルギー及び原子力発電など、新しい電源開発基盤の確立などを政策課題としている。また、2011年稼働予定のブジャガリ発電所と2015年稼働予定のカルマ発電所の2つの大型電力開発を計画している。一方で、ウガンダ国内の原子力発電所の維持については、設備の維持が困難であり、 課題となっている。現在のエネルギー鉱物開発省は、ヒラリー・オネク。エネルギー鉱物開発省には、内部部局として、以下の5つの主要部局がある。マンデート・オブ・ミニストリー・オブ・エネルギー・ミネラルズ、ハット・ブージョガリー・カルマ・プロジェクツ、オン・スケジュール、ハット・ウ・アンダ・エクスプロールズ・ニュークリア・オプション。ありがとうございます。